みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム、今回は深大寺を特集します。毎週土曜朝8時から放送中の深大寺のお坊さんによるラジオ番組、調布 FM セラビ。その番組内のコーナー、みほとけのほっとけないぞ深大寺の特別映像版です。2022年の上半期、各季節の深大寺の魅力を取材した動画をお届けします。深大寺見どころガイドにもなっているので、ぜひ深大寺巡りの参考にもしてみてください。では1月から参りましょう。さあ、梅の木が満開なこの建設予定地、結構大きいですね。なんて言うでしょう、車駐車場でいうと15台ぐらい止まりそうなぐらいの広さの駐車場ですね。広いですね。広いです。つまりは大きい白鳳仏殿が建つという。深大寺の白鳳仏とは国宝の釈迦如来像のことです。穏やかで優しい微笑みをしているみずみずしい少年のようなお顔、飛鳥時代後期の日本を代表する、そしてその時代を象徴する仏像なんです。深大寺の白鳳仏殿は、この白鳳仏であるお釈迦様の美しさと信仰を大切にして、みんなの心が休まって明るく平和な世を願うための場所となりますようにということで、今絶賛建設が始まるところなんです。こんにちは。ちょっと今動画撮ってて、これ音声もラジオになるんで、ちょっと満開です。いいですよね。分散初詣って、はい、深大寺はもうコロナになってから推奨してて、旧暦のね1月3日までいいじゃないかって、はい、なら旧暦の1月3日って今年はたまたま今のカレンダーで2月の3日なんですけど、節分と、はい、やっぱりね、旧暦の方がやっぱりこうやっぱ新春って感じがする。ああ、わかりますわかります。こう、めちゃくちゃ寒い雪の1月よりかは、うん、やっぱりね、ちょっとぐらい花が咲き始めて、旧暦はいい、いい。旧暦はいい。白鳳仏殿はいつぐらいの完成の予定なんですか？6月ぐらいには開館できるんじゃないかと思いますね。そうですね。またじゃあその開館の時には盛大な楽器法要がそうですね、なされること間違いなく、いろいろ博物のご縁のある、はい、お寺様、はい、奈良の方に多いですけど、はい、模造をね、博物のそうそうたる模造を一緒に展示しますから。おお、今釈迦堂にあるいわゆる白鳳三物をはじめ、興福寺仏塔だとか、薬師寺松観音とかね、もう制作は終わってるわけです。何？これ目玉情報じゃないですか。ご存知でしたか？もちろん、そりゃそうか。もう大変な、そういう大変な、いや、ここはじゃあもう白鳳仏の、そうですよ、東京にあって、東京の白鳳仏の聖地に、そうです。おお。日本でとにかく一番ね、多分精巧な模造です、ね。はい、へえ、これはいい情報ですね。でちょっと本当に今から、ですから、そういうご協力いただいたお寺様を、はい、まあ、お呼びして、はい、と思ってますね。楽器法要、いや、めちゃくちゃすごいことになりそうですね。このなんと6州と仙台州が盛り上がっていきますね。そうそう、本当にいいことだと思います。いやー、素晴らしい。でちょっとこの完成をまた楽しみにしておりますので、皆さん絶賛ご寄進の声をかけておりますので、ご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、みほとけのほっとけないぞ深大寺でした。ナムということで、みほとけの深大寺のコーナーです。はい、こちら、なんと深大寺さんでは2月より新しい絵馬の授与が始まりました。でその新しい絵馬とは、もう見た目も構造も新しい、なんと亀さんの形で5色カラフルな絵馬です。水色、黄色、ピンク、紫、緑と、はい、でこれがですね、なんと縁結びの絵馬なんですね。縁結びという字が入っていて、深大寺という字もついております。で亀さんの甲羅の部分と体の部分とで二重構造になってるんですよ、2枚の。すごい、ペロリとめくると亀さんの体がの中が出てくるというね、甲羅の部分がめくれるようになっています。ということで、この縁結びカラフル絵馬を開発されました横山さんにお話を伺います。はい、神社大王堂の、はい、縁結びの神様
の言い伝えをもとに亀の形にしました。で縁結びの文字はご住職自ら書いていただきまして、で真ん中の盆字は神社堂の盆字になっております。で絵馬には新しい二重構造なんですけれども、プライバシーを守るために二重構造にいたしました。すごい新しいですね。そう最近やっぱエマの目隠しシールが発売されたりとか、いろいろプライバシーには配慮が必要だって言われてしばらく経ちますけれども、ついに二重構造。そうなんです、エマ自身で。でここは五角形で、はい、ご縁がありますようにという意味も込めて五角形の形と、はい、あと五色で展開してます。おすごい、仏教の五大要素五にも絡めて五色 で亀さんの甲羅が五角形です。でここはもう亀甲門 の, 模様で、はい、縁起のいい柄を取り入れました。いやーとっても縁起いいですね。だしこの五色なんですけど全部がパステルカラーでめちゃくちゃ可愛いですよね。はい、それは私の趣味です。わ天才、天才的、本当に。でもいろんな層にも求めやすくしました。本当ですね。その女性だったらもしかしたらピンクとか紫が好きかもしれないですし、うん、緑とか青は割と男性でもいいですし、はい、いいですね。この二重構造は横山さんが開発というか発明品として。そうですね、もともとはご住職がプライバシーを守りたいということで、はい、提案されましたので、はい、そこからでは二重にしたらどうかなという思いで。でちょうどこの亀の形で甲羅と体で分かれるっていうのがもうめちゃくちゃいいデザインだなって。ありがとうございます。すごいです。でこの亀っていうのもこの神社大王の伝説とまた重なっていて意味があってっていうのが、はいはい、そうです。恋仲だった娘と若者の男が離れ離れになってしまって、でお祈りしたところ亀が出てきて娘のところまで乗せて連れて行ってくれたということで、ぜひ皆様の思いもこの亀に託してお願い事書いていただければなと思います。はい、思います。めちゃくちゃ可愛いです。これね5色あるんで私はちょっと、まあ、1色選べないというか5回祈りに行きたいなって思いました。ぜひ、はい、なんでこう、まあ、今日はちょっと私紫色にねお仕事のちょっとご縁について書かせてもらったんですけど、はい、まあ、5個あるから仕事、はい、プライベートの友達、はい、恋人、いろいろさまざまな良縁成就なんですけれども、はい、恋愛だけではなくてさまざまなご縁を結んでくれる神様ですので、はい、例えば受験でいい学校志望校とのご縁がありますようにとか、さまざまな、はい、ご縁を結んでいただけると思います。いいですね、ありがとうございます。神社大王の縁日が17日、はい、17日の、はい、午後15時より毎月法要を行っておりますので、はい、ぜひお越しください。山門を降りていただいてずっと右に、はい、右に行って突き当たりの小さなお堂になります。はい、なります。めちゃくちゃいい。小山さんおいくつですか？今年28になります。え、一緒だ。はい、同級生です。はぁ、嬉しい。同級生が活躍する社会、94年生まれの私たちと神社大王にお参りに来よう。お願いします。ご来場お待ちしております。お待ちしております。イエーイ。3月3日うららかな暖かい春の日差しの中、境内は大にぎわいです。それでは行ってみましょう。今皆様にお菓子を授けております。ここで身を清めるということですね。ということで今は境内のところに来ました。はい、このようにね賑わっております。たくさんのだるま屋さんが所狭しと並んでいまして、で、はい、元山大師堂に僧侶の方に目入れをしていただきました。この目が盆地が入るっていうのがめちゃめちゃ珍しいですね。だるまの目入れはほとんどが黒目を入れるので、
盆地が入るっていうのは本当深大寺ならではですね。で、阿吽の阿です、物事の始まりで、大日如来の盆地ということですね。めちゃめちゃ御利益あって厄除けが満載ということで、今日は、昨年コロナ禍真っ最中に開催されたよりかは人が多くいらっしゃっているそうです。でお昼とかは特に待ち時間が出るぐらい長蛇の列になりまして、もうおみくじ屋さんも大繁盛って感じです。はい、だるま市今年開催するにあたって百味区のお練りといった行事はなし、縮小されまして、まあ、あの中の方だけで供養が行われているんですけれども、それでもやっぱりこの天気が今日すごいんですよ。気温が、もう15度を超えていて、かつ、お天気がもう本当快晴だったので、めちゃくちゃ家族連れ平日にもかかわらずいますね。はい、で今年なのか去年からなのか、アマビエちゃんのだるまも登場してますね。トラブしたからトラもいてアマビエかわいいな。どうぞどうぞ。アマビエちゃんはもう目が入ってる状態なんですか。はい、なのでもうそのまま飾れます。あ、なるほど。舞台がマスクはどういうことですか。トラブしだから。そうですそうです。かわいい。ゴリラは、こちらは昨年の時に人形して作っていない。毎年聞かれるようになっちゃったんで、毎年作って大事ですね。ありがとうございます。すごい大きいのもありますね。一番大きいの売ってるのはどこなんですかね。一応熊手みたいに毎年大きくするというところなんですけど、あの今年のだるまの傾向としましては、一人が複数あの持っていくっていうのがなんか最近の主流みたいで、大きいのももちろんなんですけど、いっぱい持ってる、いっぱい目入れしてもらうっていうのもなぜか流行ってるみたいですね。やっぱりこういただく前にお菓子を受けるんですけれども、そこで身を清めてから、こう心持ちとしてはこう静粛な気持ちで、このいたずらにわーいとかならずに、こうしっといただくというのが大事らしいんですけれども、やっぱ一回そこでお菓子をいただくと嫌でも静粛な気持ちになりますね。子供ちゃんとかは初めてあれを受けるっていう、めちゃくちゃ緊張してもバキバキになってこうピンってやられてましたけども、なかなかね貴重な体験じゃないかなと思います。ということでいただいたこれが、私はこちらです。はい、手のりサイズで可愛らしいんですけども、白は別に色に対して意味はないってだるま屋さんがおっしゃってました。はい、肉が入ってくるっていうね。はい、ということでまた来年も、またこのようにねいいお日柄でできることを祈っております。以上、みほとけでした。ナモですね、今日はですね深大寺に伝わる謎の石仏を皆さんに ご紹介します。まあ、と言いますのも、この謎の石仏、今違う、世界不思議発見のミステリーハンターよろしく歩きながら喋ります。はい。まあですね、元山内師堂の、まあ、向かって右端にいらっしゃるんですよね。はい。はい、で、角大師様と、六地蔵と、千手観音と、馬頭観音。結構私、深大寺好きなので、深大寺好きの方のブログとかを読むと、これは何なんだって、あの、そう、謎めいてるんですよね。ただ、その姿のあまりの可愛らしさに、石仏ファンが絶えないんです。その石仏ファンが絶えない中、とってもとってもレアな情報というか、あの石仏たち、実は移動してるんです。今は、元山内師堂の右端にいらっしゃるんですけれども、その昔は元山内師堂の左端にある木の根元に木を囲むように置かれていたりとかっていうのは、勝手に歩いてるわけじゃなく、さまざまな事情により時々場所を変えているっていう。そうですね。はい、あの実はこれも深大寺あるあるで、はい、よくどこに行ったんだっていうお問い合わせを受けることがございます。はい、突然だと、はい、こちら側も把握していなくて大師堂の方にですね、はい、あれは今度はどこにいらっしゃいますかっていうお問い合わせをするようなことも、まあ、稀にあるんですね。なるほど。いや、それぐらいこう頻繁にね移動する石仏ってなかなかいないですから、はい、動く石仏とでも言いましょうかただその見た目にはファンが絶えないので、もう常に常にその姿っていうのを SNS で調べると、もうみんな写真でアップロードしてるんですけど、
忽然と姿が見えなくなる時があるんですよ。ありますね。それはなぜかというと、今ある岩山大師堂の前にお札をお渡しする用の小屋が建てられてしまうんですね。人が多くなる時期。そうですね、お正月とかだるま市とか、大体1月から、はい、3月までのだるま市までの間は、はい、そういった小屋を設置させていただくことが多くございますので。ああ、なるほど、はい、その期間は小屋の後ろ側に石仏が回ってしまうので、そうですね、なかなか、まあ、もちろん、ね、無理すれば見えなくもないけど無理してほしくないですからね。いや、それでもかき分けて行かれる方は何人か、はい、やっぱり人気者ですね。それぐらいにね、はい、だからそういうふうに小屋で見えなくなる時期もあるけれども、深大寺岩山大師堂の右手にいる小さな石仏群ぜひ皆さんお参りの際は足元を注目して見つけてみてください。私は角大師像の大ファンです。なんであんなに可愛いんだろうって。そうなんですね、角大師はそれもキャラクターみたいですけども、はい、可愛いものと怖いものとっていう両方がやはりいらっしゃって、はい、いろんな地域やお寺によってその描かれ方が随分違うんですね、はい。そうか、じゃあこの深大寺さんのその石仏を、まあ、掘られた方か奉納された方っていうのは可愛いもの好きだったのかもしれないですね。はい、角大師自体の信仰自体はもう少し前からあるというふうに言われてますが、はい、広く一般に広がったのは江戸時代というふうに今言われてますね。そうですか。ではそんな貴重な石仏ぜひ皆さん見つけてください。こちら一番その小さな石仏4つ並んでる一番左にいるのが馬頭観音なんですけれども、文字は明らかに馬頭観世音菩薩っていうのが書かれてるんですね。普通馬頭観音といえばいわゆる観音様っていう見た目の仏様の頭に馬が乗ってるんですよ。でちょっと馬がこうなんか獲物をこう狙うかのように観音様も怖い顔してることが多いんですが、深大寺のこの馬頭観音の石仏は馬頭観世音っていう文字が書いてあって下に馬が彫ってあるっていう、お馬さん。なぜっていうちょっと珍しいですね。昭和15年に、鎌田正義健介さんが奉納されております。珍しいですね。そうですね。ただ馬頭観音はですね、はい、要は馬を、まあ、馬を含めたいわゆる畜生を救うっていうような意味合いで、動物を含むそういった守護神みたいな言われ方をされることがございますので、そういった意味ではその逆に馬を守ってもらうためにこういった形のものを、まあ、ご用意したというかお作りになられた可能性もあるかもしれないですね。確かに。じゃあなんか皆さんが商売で使う馬とかを守るための、はい、じゃあなんかこうすごくすごく早い時期のペット供養みたいな、ペットというとちょっと違いますけど、はい、先駆けみたいなところもあるんですかね。可能性はありますね。あ、面白い。馬さんが来られてます。でそのですね、隣が千手観音、こちらはすごく繊細に、ね、細かくお上手に彫られております。でその右が先ほど話した角大師、かわいい角大師、岩山大師像です。でですね、一番右のこちらが六地蔵ですかね。ですね。6つの地蔵が、はい、柱に背中を合わせるようにしてぐるりと六角形をね、こう背中で囲むように立っている地蔵、お地蔵様がいらっしゃいます。宝刀みたいな。このパターンね、たまに見ますけど、あんまないですよね。そうですね。特に石仏の形でこの形を見ることって珍しい気がしますけどね。おお、石仏ではかなり珍しいこの六地蔵です。いや、これもすごい古さがあるんで、なんかね、ほんと最近できたものではないでしょうね。少なくとも昭和とかまでは行くだろうなっていう。いやー、六地蔵ですんで、六道輪廻分の六道ですね。天、人間、畜生、修羅、餓鬼、地獄。おー、言えました。この6つの道を助けてくださるお地蔵様が可愛いです。こうやって味方によってはオルゴールのようにこの配置されているんです。いやー、可愛らしい。今の季節は
あの小屋がなくて拝めますので出会ってください。ナム今日はですね大中継ということで深大寺に咲くなんじゃもんじゃの花を私が実況したいと思います。もう満開になったよと聞いて急いで来たところ散ってました見事に見事に、はい、ちょっと、はい、もう何日か早ければ、ね、もう何日か早ければ9割以上散ってますからちょっとあれですね4月27、8ぐらい、うん、が満開ですね、が満開だったそうで私は今日5月の6日です、うん、もう約10日近くそうですねそりゃ散るわっていう話ですよね知らない花はありませんからね毎年その咲く時期っていうのは連休の、まあ、前っていうかね、はい、4月下旬ぐらいから、うん、ね、はい、に咲くっていうのが、うん、じゃあちょっと私はうかうかしていたということです ね, そうですね、はい、そうです、まあ、お忙しいと思いますなかなか来れなくてはい、まあ、なんじゃもんじゃの木っていうのは本堂を向かって左手にあるとっても大きな大きな木なんですけども、一体どういった木なのか。これを、はい、この木はあの一つ葉サゴっていう一つ葉サゴですけど、あのそのもの珍しい木でね、なんか対馬とかあっち長崎とかあっちの方になんか自生してるそうですけど、はい、なかなかこう少ないらしいんですよ、はい、でその要は何だこれは何だみたいな、はい、これは何だなんじゃこりゃみたいな、はい、そこからなんじゃもんじゃみたいななんじゃまでわからないけどもんじゃはどこだっけ、まあ、ねえお腹空いてたのかもしれないですね。そうですね、もんじゃが食べたくなったかもしれないこれはなんじゃ、なんじゃなんじゃもんじゃ、もんじゃどんなもんじゃみたいな、どんなもんじゃ、へー、よくわかんないものっていう名前がそのままよくわかんないものっていう名称になるっていうのが面白いですね。あ、なんか白くてね、なんかこう細い花びらなんですよね。そうです、そうです、はい、で結構あの散り際もこうあのこうプロペラがこうねくるくると、ま、あの回るようにして、はい、あの散っていきますので、なかなかそれも趣があってね、ありますね、なのでこう満開になった時はこの木のこの部分がもうボコボコボコと白い雪が積もったみたいな感じで塊のようにどん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 って吹くのでね、それはそれは見事なものだと話は聞いております。はい切ない感じまだ見れてはないです。だから英語名でねスノーフラワーっていうんですね。本当に雪が先ほどのお話のように、はい、もう雪が本当に降り積もった、感じでね、もこもこしてる、もこもこしている感じ、なんかいいですね、あの、はい、この新緑の季節にね、とてもいい、あのなんかエネルギッシュなね、いいですね。この樹齢とかそういうのすごかったりされるんですか。聞いた話では、あの青山連平場ってね、その軍用施設があって、はい、そこになんか生えていたものをこちらになんか公園で移したっていうのはなんか聞いたことがありますけど、だからまあ樹齢どのくらいですかね、まあ、100年は行ってないと思いますけど、まあ、昭和ぐらいに移されたってことですね、すごくね、あの枝っぷりも大きくて立派な木なので、はい、来年の5月頭、いやもっと早い4月の末ですね、うん、5月入るよりもう4月中に来たわ。はい、ちょっとこれは気をつけて、ゴールデンウィークのもう最初の、ね、最初の方ですね、ゴールデンウィーク最初の方にこの、はい、その季節に見れる雪、うん、あ、そう、素晴らしい、そういうことですね、はい、素晴らしい、いいコメントです、はい、素晴らしい、素晴らしい、深大寺はいつ来ても楽しいですが、はい、4月下旬は特に綺麗だということで、うん、はい、はい、お待ちしております。ありがとうございます、はい、次こそは見逃さずに来ます。甲州さんでした、ありがとうございました。ということで、もうすごいですね、音が流れてますね。今日は深大寺の、東側の参道にある不動の滝にやってまいりました。皆さん知ってますか、めちゃめちゃ水が流れてる滝があることを。ここはですね、龍の口から
ダラダラダーと水が出ている滝が2口あります。まあ、それがこちら不動の滝という名前なんですけども、まずこの景色、音聞いてください。すごいいい音ですよね。もう神代寺といえばやっぱり水の音じゃないですか。やっぱここってこうね、バス停降りて、小学校前のバス停から降りて神代寺入ってくる時に不動の滝のこの音聞くと神代寺来たなって思うんですよね。でこの不動の滝っていうのは、まあ、滝自体は大昔からあります。でそれが幕末というか江戸時代の後半になっていい滝が出ているということで不動明王を祀ってそれを信仰するのが始まりまして、割と町の人の信仰によって不動様にお参りする不動の滝で滝行をするという風習が始まったんですよ。で、まあ、それが巡り巡って今では神代寺でこのように不動の滝を守っているわけですけれども、やっぱり神代寺の水がきれいっていうその特徴がですね、不動明王をここに権限させたっていうね。見てくださいの今この2本のね滝の龍の口から2本のねこの水が垂れてまして、その奥には石でできた不動明王がババーンと立ってるんですね。でそれが山の景色と同化して一緒にこう緑っぽく溶け蒸して、もう本当にね山全部があの不動明王に見えてくるんですね。はい。でなんと今も滝行たまにやるらしいんですよ。はい。だからぜひいつか私もやりたいなと思いますね。普通に気持ちよさそう。だから皆さん神代寺来てこっち側東側のねこうお蕎麦屋さんとかを突っ切った先の不動だけまで来てください。豆知識なんですけど、こちら水量が増えてます。今水の量増えてます。はい。なんか昔にこの水が出ている場所をこうポンプで汲み取ってきれいにしたところ、いっぱい湧き水が出るようになって、東京の名水にも名湧き水に選ばれてます。まあ神代寺で汲み出しているお水ですね。ありがたいですね。マイナスイオンバリバリ出てます。ということで、みほとけのほっとけないぞ神代寺では今日は不動の滝をご紹介しました。皆さん神代寺でマイナスイオンを感じてください。ラム。ご視聴ありがとうございました。皆さんぜひ神代寺に足を運んでみてください。そして調布 FM セラビ聞いてね。ラム。